旧香川県道1五上に架か,かる長尾街道の看板。北郡三木町開き橋西詰め交差点にて、長尾街道とは、江戸時代に高松藩によって、さぬき後街道として制定された旧街道の一つ。香川県道1五を高松町尾大内線の旧道にして前進。江戸時代当時、 玉もも城外堀に架けられた城番橋を起点とした四国八十八カ所第八十七番札所長備寺への東山地域東西より伸びる参拝道路の性質を持つ旧街道である。これを理由として本路をベースとして長尾町まで高松琴平電気鉄道町尾線が敷設、整備されたため、本街道はほぼ同鉄道線と平行に走っている。現在の終点となる。 かつての大内郡入京より、三木郡、池部郷までは、おおむね古代南海道の本線として機能していたと、されている。江戸時代以降は、同じく、三木五海道として整備された、四度海道が本線となり、以降は中世南海道を構成する道、中央海道の四海道となった。現在においては、香川県道157号高松東。 港線上にある朝日町五丁目交差点、上福岡町、観光町交差点、木台東口交差点、元山町交差点、東山崎町交差点、水田交差点、前田西町交差点、亀田町交差点、池戸交差点、砂入東交差点、白山交差点、井戸交差点、長尾東交差点、石田東交差点、筒野西交差点、 富田中交差点、松尾小学校交差点、豊田交差点までを経由して至る区間を指す。通常、香川県内で長尾街道の故障を用いる場合は、この旧道区間を指す。なお豊田交差点伊東は、香川県道10号の現路線である、佐抜東街道と同一の路線をたどる。江戸時代に街道の整備がなされて、より地域の主要街道として、 東山内陸平野部各地域間交通のよう担い、2014年4月まで、香川県道15号高松町尾大内線の本線として機能していたが、1990年代に入ってから、高松市郊外地のモータリゼーションが加速。これに伴い街道付近の地域住民と街道を利用する広域移動車との間で圧力が発生し、本街道上にて渋滞などに代表される、 大規模な交通摩擦が生じるようになった。そのためバイパス線となる佐ぬ東海道が整備され、2014年4月をもって、香川県道15高松町尾大内線の本線は、長尾海道から佐ぬ東海道へと登録外になった。そのため現在の書類上では、一貫した県道路線ではなく、複数の県道と市町道によって構成される、 地域道の集合体という形になっている。香川県道10号高松町尾大内線、北町別線高松市北町本来の長尾街道の起点である上磐橋の跡地。ありがとうございます。